で完全にもう覚醒剤が入ってる状態で、お前芸人なんだろみたいな。その頃の月収っていうのを超えることがないんじゃないか。九州の佐賀県に霊能力を上げてくれる、修行をさせてくれるところがある。人間の人生には力強さがある。彼らの人生の一幕を切り取ったノンフィクションインタビュー、ここに始まる。まあ、周りもね、割とポツポツ面接行ったりだとか、泣いてもらったりだとかしてたわけなんですけど、まあ、ちょっとね、目標みたいなところがそこの時あって、なるべく自由に、理想の働き方がしたいなとかっていう風に思ってたわけ。漠然としてるんですけど、僕の理想の働き方って満員電車に乗らないっていう、すごい小学生でもね言えそうな、まあ、なんか満員やだとかそういう感じなんですけど、まあ、確かに満員電車ね、週5で毎日乗るっていうのは結構大変かなっていうのは、まあ、東京をねずっと住んでるから、まあ、どれぐらいのね大変さっていうのは分かってて、もうそれをちょっとあと数年やるのはきついなとか思ってたわけですよ。で、まあ、今でこそね、リモートワークっていうことができるような会社って増えていたんですけども、当時ってやっぱそんなないわけじゃない。で、そんなないから、まあリモートできるような職種っていうのを結構探していたときに、まあ今やってるエンジニアっていうのは結構ね、リモートしやすいなっていうのも あったわけですね。面接してって、例えば仮に正社員になって働き始めましたってなったら、多分通勤しないといけないわけですよ。電車でね。で、そうなると満員電車乗んないといけないから、うわ、やだなとかね、思いながら面接受けてるわけですよ。会社の近くに住むかってなると、やっぱ都心だとね、どうしても高いじゃないですか。で、そう、都心だと高いから、ちょっとこれ住むのも生活するのも、いや、これきついなと思って、じゃあどうしようかなっつって、これ独立した方がいいんじゃねえかなと思って。っていうふうに、すごい単純に言うとそうなんですよね。だから独立するためにはどうすればいいかなとかね、思った時にこれ完全にまだ実務経験足んねえなっていうところがあって、まあ、それだったらじゃあこの大学4年生の間って結構まあ授業もほぼなくて、まあ、就活だけするっていうような時期なんで、じゃあこの1年間結構空いてるっていうことが分かって、じゃあここをうまく有効活用しようというところで、まあ、こういろいろとね実務経験積めるようなところを探してたんです。で、他インターン行くのかとかそういうところとか、まあ、起業するのかとかいろいろとあるんですけども、いや、ちゃんとこれ会社でがっつりやりたいなっていうところで、探していくと派遣社員っていうのが結構いいんじゃないかなと、今のその状況からして。正社員になるにしても多分大学卒業じゃないと雇ってくれないし、インターンだと多分入れる時間とか多分時給とかもそんな高くないっていうところがあって、じゃあ派遣がいいかなっていうところで派遣調べて、こう派遣1年になろうという感じで、まあ大学4年生の4月かな5月ぐらいから派遣エンジニアになったんですよ。フルタイムの結構珍しいタイプかなとは思うんですけども、まあそんな感じで半年ぐらいかな、勤めたんですよ。本当は、1年ぐらい勤めたかったんですけど、半年でちょっとね、辞めてしまった理由として、ちょっと職場がね、だいぶね、黒い、ブラックな職場で、結構精神的に、ね、辛くなっちゃったんですよね。で、やべえな。なんか、就職先もないし、まあ、ブラックでちょっと心病んじゃうみたいな。結構ね、大学4年生、どん底な時だったと思うんですよね。でもとりあえずなんか稼ぐ方法を知らないと今後まずやばいなと、あと半年くらいでどうにかしないとなっていうところで、まあいろいろ調べて、まあ1年半ぐらいね、リズム経験あったんで業務委託とかちょっとね、調べながらやってました。で、そうするとなんかリモートとかでも結構ねあったんですよね。ホームページの修正とかなんか開発みたいなやつあって、あれなんかいろいろあったけど、自分の理想の中、満員電車に乗らないっていうことできるじゃんみたいなことがあったわけですね。そういうのちょっとずつちょっとずつなんか、まあ、結構単発ですよね、こなしてって、で大学卒業した時、その時は、ちょうどね何もなかったんですよ。案件何もなくて進路なしみたいな、卒業式の時なんか何も決まってませんみたいな状態だったんですけども、まあ実務経験あったからまあ、すぐ決まるだろうっていうところで、卒業してからなんかだいぶ、その時は派遣かな、派遣の週3回ぐらいのやつを応募して、そこ行って4月から普通に働き始めたっていう感じなんですよね。で、やっぱね、エンジニアって感じたのは、なんか正直ね、エンジニアの今の給料、需要と供給とかのバランスを考えると、フルタイムで働かなくてもいいんじゃねえかなって
まあ、割とお給料もらえるっていうのがあって、今もね、週3で働いてるんですけども、まあ、全然足りるなっていう感じですと。で、当時は派遣の、週3回のやつと、業務委託で週1回ぐらいのやつかな、うん、やってました。普通に、ああ、生活できるわ。レベルとしては本当に新卒以上ぐらいのお金はもらってたかなと思います。で、今ね、その言った通りです。今、週3の業務委託しかやってないんで、割とね、時間に余裕ができ始めたんですよ。で、そのタイミングっすよね。まあ、YouTube 始めようかなと思って、ちょっとなんか自分で発信をした方がいい。まあ、Twitter とかはね、ずっとこう、エンジニア関連のことを発信してて、まあ、大学生からこうね、業務委託できるようになりましたとかね、発信はしてたんですけども、Twitter はやったけど、YouTube やってないなっていうところで、YouTube ちょっとやり始めようかなっていうところで、まあ、今にちょっと至るかなと思います。最初ね、若干ね、業務委託の仕事とか残ったんで、週2回の投稿だったりとか、週3回の投稿とかだったんですけど、今はまあ、週6回かな。割と投稿できておりますと、こうやっていろいろとね、ありがたいことに、登録者も何人いるんだろう、今、1000人超えたぐらいかな。うん、それくらい、うん、になっておりますと。で、割とね、まあ、今後なんかどうしていきたいかとかね、なんか自分でたまに考えたりするんですけど、割とやっぱ新しいものが好きなんですよね。割と新しいものが好きなんで、いろんなことを挑戦していきたいなーっていうのが漠然と一つありますと。で、そのためには時間が必要だなーっていうのはなんとなく考えつきますと。なので、なんかエンジニアはその、今僕のなんだろう、トレンドみたいな状況になってて、なんかエンジニアもプロダクトを作るのが好きでたまりませんみたいな感じではなくて、多分どっかのタイミングで辞めんのかなっていうのは一つ思います。ずっと第一線にはいないなっていう感じです。まあ、ただ今、やってて楽しいし、自分の理想の働き方ができるから、まあエンジニアを選んでるってことなんですね。どっか企業に行ってこうエンジニアやるっていうことはやらなくても、自分でなんかね、作るっていうことはやるかなと思うんですよ。少しずつね、エンジニアやってると分かるんですけども、経験が溜まっていくと、あ、これって自分でも作れそうだな、自分で作ったら面白いんじゃねっていうところが結構出てくるんですよ。で、そうなると、ウェブサービスを自分で立ち上げるっていうことに時間使いたいなーって思ってきたら、まあ多分そっちをやり始めると思うんですね。自由にやっぱ時間使えるし、そんなになんか自分が働かなくても、まあ最悪の場合そのサービスが動いていれば、なんか収入にはなるっていうところがあって、まあそういうこと結構、考えているっていう感じですね。まあそういった新しいものを作っていきたい。まあその YouTube もそうですよね。なんか新しいものなんかやってみたいなとか思って、まあ、YouTube 始めてみましたと。まあ YouTube 始めてみたら始めてみたで、なんとなくやるっていうよりもなんかこうしたら良くなるかなとかね。まあこうしたらユーザーは、なんだろう、視聴回数上がるかなとかっていう、まあその改善のところですよね。結構、まあなんか楽しみながらやってる感じかなと思います。じゃあこんな感じで、なんか新しいことをどんどん始められるようになるために、どんどん暇になった方がいいかなと思うんですよね。新しいこと始めてみるとかね。例えば今後、今音声コンテンツとかって結構流行ってるじゃないですか。なんで、そういうなんかラジオ的なものとかやってみたりとか、あとは、そうですね。例えばオンラインサロンやってみるとか、まあそういうなんか新しいことっていうのをどんどんやっていくかなと思います。まあでも多分根本ベースみたいなところがエンジニアで結構出来上がってきたんで、まあ多分ね、コードを書いてるっていうところ結構ね、多いかなと思います。なんかこれは自分でちょっと自動化した方がいいかなとかね、そういう感じで、まあ手を動かしてるかなと思います。で、それがなんか仕事につながってくればいいし、単純に趣味として面白いって思えれば、まあそれでもいいかなと思います。まあそんな感じで多分ね、まあ今後活動をやっていくかなと思います。はい。